カルロスグルペイギは、スペインのバスク地方にある、ナバラ県パンプローナ出身のサッカー選手。ポジションは MF。アスレティックビルバオのユース組織であるレサマの出身。2002年3月31日のビジャレアル、CF 戦でトップチームデビューを飾り、その後すぐにレギュラーのボランチとして定着した。2002年9月1日に行われた。 薬物検査でナンドロロンの陽性反応を示したため、2003年11月3日に、グルペギは2年間の出場停止処分を言い渡される。しかし、ナンドロロンは、体外で自然に生成されたものだというグルペギ側の主張により、処分は当初保留となった。度重なる審議の結果、グルペギ側の主張は、受け入れられず、グルペギは2006年4月24日から2年間の、 出場停止処分を受ける。一連の処分が決定したにもかかわらず、アスレティックビルバーは処分を受けたグルペギを解雇しなかった。また彼の背番号である18番も公式に登録され続けた。2008年4月27日、出場停止処分の解けたグルペギは、レアルマドリード戦で復帰するが、チームは0から3で敗れた。 復帰後は着々と出場機会を増やし、2009から10シーズンではレギュラーに返り咲いている。ありがとうございます。